はい、どうも皆さんお疲れ様です。ターポンです。ターポンを実況する FIFA 20 オルトフットボール、今回は、アマステリアムのイベントですね。4対4ラッシュでファースト2ファイブのミディアムピッチ壁あり、これねやっていきたいなと思います。さあやっていきますよ。一応ね今回はラウンド6まであるので、なんとかまあとりあえずね半分のラウンド3までやっていきたいなと思います。いきましょう。メンバーはこんな感じですね。うん、これでいこうというわけで、チームを操作、まあ、4対4ラッシュなんで、4対4キーパーなしでゴールも小さいんですけども、そのあたりは楽しんでいきたいなと思います。よーし、行くぜ。行っちゃうぜ。さあ、行くぜ。よし、しないぞ。行こう。勝ち抜き戦だからね、今回は。で、先に、ファースト2-5なんで5点先取したら強制的に試合が終了という感じです。なので前後半一応3分3分の試合ではあるんですけど、5点先取という形になっておりますので、まあね、ガンガン点を取りに行こうかなと思います。やられてる。ああやって崩されちゃうとね、きついです。押し込む。オッケー、いただきゴール。やったぜ。壁があるからね、今回は。じっくりブロック作ってね、真ん中に入れさせなければ大丈夫だから。ナイスブロック。アフターでファウルとかね。おう、オッケー、ナイスアシスト、ナイスシュート、イージー、よいしょ、ピーター、イージー、ボビーから、危ね。カウント気をつけよう。ここで狙う。やっぱね、前線からねプレスかけるの大事だから、ボビーの能力が高くて助かりますね。ボビーはね、ストーリーを進めるとアンロックできるので使ってます。気に入りですね。イージーはオニジラルの、選手ですね。 OK、 じゃあこれで5点先取したので勝利となります。やったぞ、ね。まあ、数的優位を作るのがね、こういうねストリートで大事ですから、フットサルとか。よし、まずは1回戦突破。進む。さあラウンド2いきましょう。で、OVR の隣にケミストリーってあるんですけど、まあ、アバターとか味方のプレイの出身地とか得意なフォーメーションによって相性があるので、その相性を合わせることによってより連携だったりとか、そういったところがパワーアップするっていうのが、ケミストリーですね。さあ行くぜ。クラブロゴかっこいいでしょ。かっこいいやつ選んだんですよ。ビッグ E がいるな、相手に。ストーリーのオリジナルキャラの
ビッグ E じゃねえ、ビッグ T だったっけな。そう、ビッグ T だ。ディフェンスの能力が高いやつですね。OK! 意外とね、僕のプレイスタイル、パサーなんで、アシストばっかり決めていきたいなって感じですね。実際のね、フットサルでも結構僕はシュートあんまり打ちたがらない感じなんで、シュート打つ前のパスの方にね、僕は喜びを感じるので。OK! ドン、よっしゃー、ピーター・ジェフソン、ナイスシュート。ピーターはね、フィジカル面で強いんで結構頼りになります。ブロック、ワンタッチ、気持ちいいやつ、気持ちいいやつ。よし、今んとこ流れはいいですね。この調子でいこう。どう、ああ、我慢、こういうの足出してない、じっくり、じっくり。ちょっとシンプルに行ってみたんだけど、あ、パスミ、パスミ、詰まったな。あ、ドン、よし、レッツゴー、サード行って、ナイスカット。おしゃれ、おしゃれパス、おしゃれパスだったんだけどな。 OK、 あ、ナイスカット。うわー、そこは無理だ、そこ入れられると困るわ、やばい。ナイス、ナイスブロック、勝負しちゃう、無理でした。何取られた、取られた。やっぱどっからね、テンポを上げていく感じでいけばね、大丈夫です。ナイスゴール。いい崩しでした。意外とね、4対4。まあ、3対3が一番疲れるかな。スタミナ求められるからね、こういうのは。今んとこ選手はね、あんまり、取る必要はないので、これも行きましょう。さあ、ラウンド3、さあ、一気に行きたいですね。とりあえず、今回の回ではこの試合がラストになるのかな、ちょうど半分になるんでね。さあ、行くぜ、ラウンド3。最高。当てて。うー、守る。ちょっとコースがなかったね。カウンターです。抜かれました。先制された。やられたな、ものの見事に。
ちょっと厳しいかな今のパスは。おう、オッケー、タイミング外してね、強いシュートは必要ないからいただきました。いただきゴール。おー高い、おー危ねえ、そんなボレーありかい。ワンツーワンツー、これですよ、これが 2-1 の崩し。ナイスシュートでした。よし、うわー相手抜かれた。いやー、あの間抜く、この間ほら抜かれるわ。一つ目のディフェンスが軽かった。彼ね、崩しかないと。あ、やべ、詰まった。詰まると大変だね、これ。完全に俺のミスだ、今。詰まりました。いる？チャンス。セガレータ。あんま失点もしゃぶねえじゃん。オッケー。ディフェンス大事だよ。この1点大事だね。次でマッチポイントの4点目になるから、これを取るか取らないか、先に取るかは大事だな。この1点大事だ。ケイ、やめて。よし、オッケー、ゴール、イエス、よし、あと1点。来い、ちょっと無理だったか。さてか。ああ、バーズめ。さあ面白くなってきましたよ。やばい、ボールロストした。オッケー、ナイスゴール。見たか、やったぜ。ナイスカットからナイスシュート。あ、ちょっと触れてたんだね、ディフェンスで。やりました。はい、というわけでね、皆さんね、ご視聴いただきましてありがとうございました。とりあえず、今回のね、ボルトフットボール、とりあえずアムステルダムの大会の前半戦前はこちらで以上となります。次回はですね、ラウンド4、ラウンド5、ラウンド6までやっていきたいなと思うので、楽しみにしておいてください。お疲れ様でした。